なりあいじさんけいまんだらなりあいじさんけいまんだらはなりあいじを描いたしゃじさんけいまんだらなりあいじさんけいまんだらはなりあいじ所蔵の作例一点が伝来する画面構成の技法などから見て作成年代は室町時代と推定される京都府指定歴史資料なりあいじは天の橋立を見下ろすなりあい中腹の継承地にあり西国三十三所 第28番札所である。室町時代中期には、よさ、丹波の両軍にわたって、合計60兆もの事業を備え、いくつもの死因を従えた有力な人山寺院であった。しかし、応仁の乱とそれに引き続く、構想の中で戦火に見舞われ、後に一式死によって一度は再建されるものの、天文14年の小村後の再建は難航し、永六年間、 慶長年間の二度の再興により再建を果たしたと伝えられている。画面は大きく上下二つの部分に分かれ、成合寺の寺内を描いた上部と近隣の名所、寺社を描いた兜が中央部の山地や雲下によって隔てられている。天空には左に銀箔の月輪、右に金箔の日輪が、寺内最上部には本堂が廃され、二王門から本堂に至る経路を中心として、 その左右に、寺内の事物や人物が配されている。二王門を入って、左側には顕著な二つの道車が描かれている。二王門を入ってすぐ左に、築地塀に囲まれているのは、本房総持員と考えられ、その奥の画面左端にある建物はその規模からして、寺の用人の住居と見られる。寺内を、さらに上部に進むと、雷道と、張り紙で中記された。 舞台のような形状の建物に着く。本願寺宗閣女は、上和四年の成合寺三景の折に、舞台のようなるところに栄画を描き付けたとしており、この雷道のことであろう。本堂左手には五十道のほか八幡宮熊野権現が廃され、熊野権現の本殿には三つの掛け仏が掛けられている。画面の最上層部には、 矢倉のある建物が描かれており、成合寺伝の成合寺旧記には、天正年間の頃まで、一色市の居城が、阿弥陀が峰と称される場所にあったと記されることから、一色市の城とみられる。画面下部には、近隣の名所、寺社が、長官的に一望される。画面下縁に沿って、栗田半島が描かれ、天の橋立と地音寺、真内社、加護神社、 府中の街並みや疎開での漁労風景が描かれ、上部には成り合いに至る三景道が描かれている。実際には南南西に伸びる天の橋立は西に折り曲げられ、その結果疎開が狭められて表現されているほか、三景道の童貞は圧縮されて表現されているといったデフォルメが目を引く。こうした描写技法は聖意を大きく細密に描く一方で、 三景道は位置関係を曲げたり崩したりして圧縮し、両者を運下によってつなぐという三景荼羅において通例である技法に従ったものである。画面中央部の三景道上には響きの光景が描かれている。響きの光景は智三景荼羅書法や長明寺三景荼羅にも見られるもので、一山の造営、修造の担い手であった本願にとって、 重要な意味を持った図像であって、その意味で自社の造営、修造との関連を示すものと推測される。三景万ならにおいて自社は、あるべき普遍かつ理想の姿で描かれるが、本図の場合も最高後の理想的なあるべき姿を描いたものと位置づけられる。ありがとうございます。